ミヤチャンネルでございます。ようやく来ましたよ、これ。もう皆さん見慣れたスタイルにもうなっちゃってますけど、 GoPro の、外部マイクアダプター、GoPro アクセサリープロ 3.5mm マイクアダプターってやつですね。 AAMIC001、GoPro の5と6に対応してて、ここのコネクターがね、USB-C になってるっていうタイプと、で、まあもうついちゃってますんで、よいしょ、ご紹介しちゃいますが、よいしょ、DJ アズモ、DJI FM15 フレキシブルマイクロフォンと、ドリキンさんもね、使ってたんですけども、僕 DJI オズモ持ってるんですけど、オズモをね、初期に買った人は、内蔵マイクがひどすぎるっていう、大騒ぎしたら DJI がこのマイクやるから騒ぐなっつって、オズモの初期メンバーに配ったマイクなので、僕どっかにぶなげてたのを思い出して、ドリキンさんのような、ね、動画を見て、あれそれ持ってるなと思って探して見つけて、出してきました。なければもっとちっちゃいマイクも見つけてたんで、そっちにしようかなと思ったんですけども、一応あったんで、ちょっと真似して皆さんと同じスタイルに、なっちゃったんですけれども、内蔵マイクとこれ、まあ、ちょっとどのくらい違うのかなっていうので、比較の音声テストをしてみたいなと思っております。で、まずは線を抜いて、GoPro の内蔵マイク、まあ何本か上げてるんでね、こもってる感じは分かると思うんですけれども、まずは内蔵マイクでテストしてみたいと思います。はい、ということで、はい、音声は今こっちですよ。はい、GoPro の内蔵マイクでテストしております。どうでしょうか？いつも通りこもってますでしょうか？GoPro Hero 6の内蔵マイクでテストしております。いかがでしょうか？はい、続いて、線をつけました。今度はマイクアダプターを通して、Osmo のマイク、DJI のマイクを通して録音しております。音声はこっちを使っております。GoPro Hero 6にマイクアダプター、DJI のマイクロフォンで音を取っております。どうでしょうか？マイクチェック、GoPro Hero 6に、DJI のマイク、そして、外部マイクアダプターで取っております。音声はどんな感じになってますでしょうか？はい、ということで、ちょっと取り比べてみました。明らかに音質が上がっていると思いますが、ちょっと原因わかんないんですけども、なんかこうプツ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 パタ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 、この辺にある電磁波の音なんでしょうか、何なんでしょうか。ちょっと今原因を突き止めてみたいなと、ちょっとこれからいろいろテストしたいなと思いますけども、音質は確実にクリアになっているので、これっていきたいと思っているんですが、もう早速明日すぐ使いたいんで、謎のプツプツ音気になるので、今ちょっとこれが終わってからちょっと検証したい、みたいと思っております。このぐらい内蔵できなかったのかなっていうのと、6000円ぐらいするんですよね、これだけで、マイクなしで高い。なんかもうちょっとどうにかできたろう GoPro さんと思いながらも、これがないとしょうがないので、とりあえず外部マイク用にね買いましたけども、みっともない。ちょっとすいませんね、これしかも輪ゴムで今止めてるっていうひどい状態なんで、マジックテープかなんかでね、今止めようかなっていろいろ考えてはいるんですが、とりあえず来たんでババッとつけてねテストしてる最中なんですが、見た目もちょっと大きくなって不格調になっちゃいましたね。まあでも仕方がないので、とりあえずはこのスタイルでしばらく使っていきたいなと思っております。ようやくね、こいつが届いたので、もう1ヶ月ですよ。1月24に頼んで、もう2月27なので、もう1ヶ月ぐらい、経ってね、まあそこで到着したわけじゃないんです、実は。1ヶ月たってメールが来まして、もう1ヶ月経っても入荷しないから、キャンセルしてもいいですよっていうメールを受け取って、でキャンセルしても他のところがなきゃしょうがないので、他のところで探したらあったんですよ。で、 あったからいいやと思って今のところキャンセルしたんですよね。そしたら、まあお客様都合によりキャンセルって言われて、お客様都合でもないだろうと思いながらね、1ヶ月待たしやがってと思いながら、で他のところで買ってよ、まあすぐ北海道なんで中1頼んだら1日挟んで翌日に着いたんで、もうすぐ到着したに近いんですけど、なんか結構品切れみたいで、在庫でね持ってるところはあるらしいんですけども、比較的物がないところのが多かったんですけど、はい。ということで、さっきのちょっとプツプツ音、ちょっと検証して何が原因かなと調べてみたいと思いますが、とりあえず音質はクリアだったんで
買ってよかったなと思いました。はい。で、ようやく1ヶ月前で届いた GoPro のマイクアダプターと、オズモユーザーならみんな持ってるこのね、あの DJI がばらまいてくれたあの、マイク。の組み合わせのご紹介でございました。はい。明日ちょっと使うんでね、ブツブツ治るといいなと思います。はい。それでは。